むずいだろ絶対この曲。この辺の声色とかめちゃくちゃなんかアンニュイというかエロすぎる。この番組はキャラのスポンサーの提供だ。プロプレスボース。はい、どうも皆さんこんにちは、アイスクリーム講師のデスノリーサマオンでございます。今日もよろしくお願いします。さあ、ご存知の方も多いかと思うんですけれども、エロ動画が供給されております。はい、ということでですね、まあ言わずも知れたベテラン歌い手ゲロさんのライブ映像シャンティですね、こちらの映像が公式 YouTube で上がっておりましたので、ちょっとこれはもう R18 すぎてこれ見ていくしかないなと思いまして、今ちょっと急遽緊急で動画回してるんですけどもっていう、一番言いたいやつね、そのタイミングが今リアルにやってきたって感じで動画回してるんですけど、今日こちらでちょっとリアクション動画させていただきたいなと思っております。これね、ゲロさんのアナザーサイドというか、別のまた魅力がこう普段とは違った魅力が詰め込まれた作品だと思いますし、ちょっと私一応ボイストレーナーなんで、解説できることとかもねあるかと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思っております。こんな感じでこのチャンネルでは日々発生関係の話とかリアクション動画とか配信しておりますので、まだチャンネル登録お済みでない方はこの機会にぜひよろしくお願いします。いっちゃいましょう。シャンティのライブバージョンということで、まあ、このね歌ってみた上がった時は結構衝撃でしたよね。あ、ゲロさんこういうこっち開拓したみたいな感じの衝撃あったじゃないですか。それをライブでやっちゃうっていうね。これこの間の肉食者の初ワンマンライブの映像みたいですね。ね、大盛り上がりだったみたいですけれども、その中で披露されたシャンティ、どう、料理されてるのか見ていきたいと思います。いや、ドキドキですね、これ。ね。まずこの演奏、オケがクソかっこいいっていうね。バンドメンバーさんにも拍手で、これね。めちゃくちゃいいのよね、これ。エロすぎる。エロすぎない？これ。大丈夫これ。 YouTube ですよねこれ。ファンザじゃないですよねこれ。ファンザの無料サンプルではない、これは YouTube。 あ、 YouTube だわ。安心した、よかったね。シャンティはね、こういうテンションで割とこうローテンションな楽曲ですよね。ゲロさんが、まあ、得意とするというか、ゲロさんといえばみたいなイメージってやっぱりみんなこう結構ハイトーンのパンって突き抜けるような、うわってこう爽快感あふれる歌声とかを想像される方が多いと思うんですけど、それとまあ真逆のベクトルと言っても差し支えないぐらいのローテンションというか、低音で見せる感じですよね。このさ、随所でさ、まあ、いわゆるエッジボイスってやつよね、これね。兄ちゃん、兄ちゃん。こういう、いわゆる、声を出す寸前ぐらいの声帯の形状を保って、空気をこうプツプツ声帯に通すだけっていう、まあ、音を出すような感じの、まあ、エッジボイスっていう技術がすごく品質してます、この A メロの部分ね。あったんか、あったんか、みたいな。で、これちょっとこぼれ話で言うと、ゲロさんのトーン、ゲロさんの普段の高い声歌う時のトーンってすごい高くて明るい感じするじゃないですか。ああいうポジションが得意な人は、エッジボイスが得意なことが多いです。すごくね、こう、小回りを聞かせるように、細々ね、エッジボイスを入れるのが得意な人が多い傾向にあります。なので、ゲロさん結構そういう歌唱タイプなんで、このエッジボイスを随所に小刻みに織り混ぜていくのっていうのは結構もともと得意なんじゃないかなと思うんですけど、それがこう、いかんなく発揮されてる部分ですよね、この辺は。くんない。力になるぜ。ここのリズム難しいぜ、めちゃくちゃ。これさ、高くないから、リズムとかでうまくバチバチ聞かせないと、じゃないですか。それがやっぱむずいよな、この曲。絶対。ゲロさんの動きがすこ、めちゃくちゃかっこいい。こう、金ならまたコントでいいさみたいな。金ならまたコントでいいさ。クソよくない？この辺とか。この辺とかさ、いや、むずいだろ絶対この曲。この辺の声色とかめちゃくちゃなんかアンニュイというか、掴
みどころのない声出してない、なんか。ほら。なんかマイクに乗るか乗らないかみたいな、ささやき声と、なんか結構はっきりした地声のほんと中間みたいな、ふわふわしたところですよね。これがまた色気あるし、やっぱ動きもかっこいいんだよね。ゲロさんダンスとかなんか何気に踊れますからね、なんかね。なんか踊らせてみたら踊れちゃったみたいなタイプの人じゃないですか。運動神経いいんでしょうね。だからこう楽曲のこのなんか結構うねるような感じじゃないですか、シャンティ。それに合わせたこの、なんでしょうね、体も使った楽曲表現っていうのは結構これ、結構このライブ映像においての一個の着目ポイントっすよね。間違いなく。ちょっと最初ささやくように入って少しずつちょっと強くなってったね、今のとこ。ここはちょっと優しいよね。今夜も来たのかいみたいな。ちょっと最後ビブラートもかかってますね、ここね。ここちょっと強くなって、かーいってちょっとなんか、ゲロさんのよくやるニュアンスが入ってきてるような感じですよね。お気に召したかい？この、この、これはこれでなんか、色気ありますよね。かい？この、ちょっと最後裏返していくような感じ。ゲロさんの得意ポジションがちょっとこう折り混ぜられてきてる感じ。で、今これくらい。で、またちょっとこう、ローテンションみたいな。で、この、ゲロさんの表情ね。この悪だくみしてる。このさ、考察とかもね、シャンティいろいろあるじゃないですか。まあ、ね、考察とかも僕見てみたんですけど、なんか、まあ、いわゆるこう、売人の人の物語だったりするみたいな。話もあるじゃないですか。だからそういう人になりきってるっていうかさ、こう目が座ってる感じ、普段の明るい太陽のようなゲロさんからは想像できないこの闇のオーラ、これがねベテラン歌い手ですよ、この表現力ね。のウィスパーもいいっすよね。これさ、さっきさ出てきた優しめの歌詞的なところ、今夜も聞いたのかいのとかあったじゃないですか。ここのウィスパーとちょっと違うんですよね。ここのウィスパーは若干あの悪い意味じゃなく、コントロールとしてちょっと喉を締めるようなイメージで出してるんですよね。わかります？こっちについてきな、こっちについてきな、こういうイメージなんですよ。さっきの今夜も聞いたのかいだとこういう感じ、こっちについてきなってなっちゃって、まあこれをこれでいいと思うんですけど、もうちょっと悪さを、ちょっと締めを入れることによって悪さが出る。こっちについてきな、おいおいおいみたいな、締め締めみたいな、多分そういう雰囲気がねここ出るんで、やっぱそれゲロさんは表現の一つとして本能でやってる感じしますよね。はい、こっちについてきな、ここもさ、こっちについてきな、悪そうだもんね。安定してこの音色出すのむず。イエー、あ、いた、噛んじゃう常人なら噛んじゃう、これ。こんないっぱい人目の前にしたこのフレーズ噛んじゃう、絶対。俺だったらもう5回は噛んでますから。ゲロさんは1回も噛まずに言ってますんでね。やば、このニュアンスもすげえ細かいっすよね。このなんか2フレーズ目ぐらいのところ、こんな早いのにニュアンスをペッペペッペ入れてきてますからね。この辺もう一回いいっすか。気狂ってるま散歩中、こんな感じか。ちょっとこう吐息混じりにガッとアタックする感じに入って、気狂ってるめ散歩中、このアクセントの部分で裏返す感じ、ちょっとヘッドっぽく持ってってる感じか。これをさ、この本番中にこのスピードでやるのがエグいんだよ。僕今この、分析しながらで、だし、まあそのオケもね、あるわけじゃないから、守るものがないからさ。守るものがない状態だから、ちょっとできましたけど、これをこれで、この状態でやるのがエグいんだよな。ここも同じような感じだね。すげえ。ここワンチャン一番むずいんじゃない？ね。
にこうボルテージが上がってきますね、ここはね。ここ結構ゲロさんのシャウティーな感じ出てきます。シャウティーがね、出てきますからね、ここはね。シャウティーが出てきますからね。いいですか？この辺はこう結構ゲロさん得意の裏声シャウトにこの最後のバラセバラセのとこが持ってってるような感じですね。だんだんこうテンションとこうピッチというかが自然とこう気持ちの高揚とともに上がっていくような感じ。盛り込まれてんな。この叫んだ後にスンって戻る感じめちゃめちゃいいっすね。めっちゃいいっすね。このローね、高い音だけじゃないぞと。このなんか最後のこの吐き捨てるところとか、もう結構これ僕の専門とするデスボイスに結構近いような動きなんですよね、この辺とかね。こんなこともできちゃうんですね。踊ってはる。はい、ね。このね、さっきのその少し喉絞る感じ、若干さっきよりも薄くなってるかなって感じ。ちょっと優しめに寄ってるかなって感じ。ちょっと細かいですけど。うわっ。あっ。あっ。持っていき方がこれうまいっすよね。もううまいなんて言うとほんと失礼ですけど、巧みというかさ、このテンションのこの上下感めちゃくちゃもう飼いならしてますよ、我々のこと。なんかねえ、こっちを向いてんだー、かー、リズムもバチバチだーってやってる感じ、わかります？このオケに合わせて、このなんだろう、オケのさ、休符に合わせてさ、あっって最後こう裏声で終わってパチッと終わってる感じ、めちゃくちゃ気持ちいいっすよ、ここ。この感じ、この感じ、バチバチ。この表情。やば。ありがとうございます。いや、これはもう沼るからこういうのやめてほしいっすよね。もうやっぱゲロさんのさ、すごいとこの一つだと思うんすけど、この見渡す限りの引き出しというかさ、あ、そんなとこも開くんすかみたいなところをなんか無限にやっぱ持ってますよね。で、このシャンティに関しては普段見せる、結構メインで見せるような、こう突き抜けるような、それこそこう太陽のようなさ、みんなを照らすような、みんなを元気にするような突き抜ける歌声とはちょっと裏腹に、やっぱこう闇を感じさせるこのシャンティという歌の物語の主人公のオーラをまとった状態のこの、そっち方面で見せる発声だったりテクニックだったりを、の引き出しをこう開けてる感じですよね。やっぱこう、やっぱ別の感じの魅力っていうのをさ、こういう風に見せつけられるとさ、やっぱちょっと沼っちゃうからどんどんこういうのやってほしいですね。ということで、今日見てまいりました、この凄まじいクオリティのシャンティでございますが、本家様の URL、概要欄に貼っておりますので、ぜひチェックされていただきたいなと思います。あと、今回の動画良かったよという方は、ぜひグッドボタンと、あと、チャンネル登録まだお済みでない方は、ぜひこの機会によろしくお願いします。あと、リクエストとか、動画の感想等々もコメント欄にお気軽にいただけると、とても嬉しいです。いつも見ております。いつもありがとうございます。てな感じで、デスノリンさんもんがお送りいたしました。バイバイ。